アベルヌス湖は南イタリアのカンパニア地方、ポッツォリの北西約4キロメートルの地点にある加工湖。フレグレーヒラノという火山性平野の近くにあり、カンパニア火山湖の一部である。縁に近い形をしており、周囲長約2キロメートル、水深約6 0ル。アベルヌス湖を冥府の入り口と考えていた古代ローマ人にとって重大な湖であった。 その上を飛んだ鳥が、長期に当てられて追死したという俗信があり、ギリシャ語で、鳥がいないという意味を持つウェルノスからとって、この名前が付けられた。ローマ時代の著述家たちは、指定世界の暗湯として、アベルヌスという言葉を用いていることがよくある。ウェルギリウスの常ジ,ジシ、アエネーイスにおいて、主人公アイネイアースはこの湖の近くにあった。ラー穴を抜けて、指定世界に降り立った。 この湖が死をもたらすという風評が事実に即したものかどうかは判然としない。現在では鳥が死ぬようなことはないが火山活動によって地質性のガスが発生していた可能性は否定できない。1986年に火山ガス災害を起こしたカメルーのニオス湖の悲劇的な例もあるように、かつ火山の火山湖は極めて危険な場所である。アベルヌス湖には危険という。 言われがあったにもかかわらず、ローマ人たちは、好んでその湖岸に京を構え、村々は、ぶどうの栽培で栄えた。湖の化身である、デウス・アベルヌスが、湖のそばの複数の神殿に祀られ、当古岸には大規模な浴場が建設された。紀元前37年、ローマの将軍、マルクス・ウィプサニュス・アグリッパは、この湖を海軍基地に作り替え、ユリウス・カイサルにちなんで、 イリウス港と名付けた。近くの湖まで運河を掘り、そこから海に出ることができるようになったのである。陸上からは、古市町の洞窟として知られる戦車が通れる幅を確保した全長 1km の地下通路によって、ギリシャの植民地、クーマエとの往来ができるようになった。この通路は、世界初の大規模なトンネルであり、1940年代までは利用できる状態で残っていた。 ありがとうございます。